サンフロリアのデル・コッリオはイタリア共和国フリフリベネツィア・ジュリア州コリツィア県にある人口約800人の基礎自治体。イタリア語での地名に含まれるコッリオは国境線をまたいで隣接するスロベニアの自治体ブルダシのイタリア語名称であり、またそれを中心とする地方名でもある。この一帯はベネツィア・ジュリアの一部であり、第二次世界大戦後に スロベニア領とイタリア領に分割された。同様に、コリオを含むコムーネとしては、ブルダシを挟んで北西に、ドレーニャ、デルコ、リオがある。コリツヤ県北部に位置し、スロベニアとの国境に沿って、東西8キロメートルほどの細長い領域を持つ。サンフロリアーノの中心集落は、コムーネの北東部に偏って位置しており、ドブロボの南南東約5キロメートル。 県とコリツヤの北西約 5km、コルモンスの東北東約 10km、州とトリエステの北北西約 39km にある。隣接コムーネ隣接するコムーネおよびそれに相当する行政区画は以下の通り。括弧内のスローンはスロベニア領を示す。サンフロリアーノの中心集落はその東北分に偏って位置している。百二十八年。 サンフロリアーノ・デルコ・ディオのコムーネは廃止され、サン・マルティノ・ディキスカに編入された。1947年、この地域がイタリアとユーゴスラビアとの間で分割された際、現在のサンフロリアーノ・デルコ・ディオの領域はイタリア領となり、カプリーバ・デルフリウーリの一部となった。1951年、サンフロリアーノ・デルコ・ディオは自治体として再設置された。 広域行政組織である山岳部共同体とってナティゾーネコリオ山岳部共同体を構成するコムーネの一つである。町の住民の多くはスロベニア人である。コムーネの検証によりイタリア語と共にスロベニア語の地位が保障されている。村に含まれる集落にはグローイナ、グラウナ、ステノ、ソディーナ、ブックビエ、ブクイ、バロイス、バロイス、ジャスビン、 ジャイアスパナ、アセボ、アスク、クレジス、ビビオ、ソベンカ、ソベンザと、それぞれスロベニア語、イタリア語の名がある。人口推移、居住地区別人口国立統計研究所によれば、2001年、国勢調査時点での居住地区別の人口は以下の通り。ありがとうございます。